これタイプ2タイプあって柄もたくさんあるのでちょっと半分ずつにしようかなと思います。見せるのをそうかな、2、4、6色、はい、いきます。こちらが、はい、選べる2タイプゆったりガーゼブラウスになります。品番が C の5476です。お色がまず私が着ているのがこちらストライプのタイプです。ストライプです。はい、そして続いてこちらオレンジです。オレンジ、続いてグリーンです。グリーン、そしてオフホワイトです。オフホワイト、はい、そしてブルー、ブルーも可愛い。で、ブラック、合わせやすそう、ブラック、はい、の、6色展開になっておりまして、タイプがですね、私が今着ているバンドカラーシャツ、これはボタンがついているタイプでバンドカラーのシャツなんですけどのタイプと、こちらのスキッパーのタイプ、首元がしっかり開いていてボタンとかはついていないスキッパーのタイプと2種類ございます。はい、お値段いきます。じゃじゃん、1870円、イエーイ。はい、でこちらも、4月25日日曜日朝10時から発売になりまして、4月26日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、ではポイントいきますね。これはですね、ちょっと2タイプなので分かりやすいので行こうか。私今バンドカラーのシャツタイプを着ているんですが、これはちょっと羽織とか夏場に羽織要因として使っていただいてもいいですし、シルエットはね、そんなに違いはないかな。あ、違いあります、いっぱいありました、違い。先にバンドカラーのシャツの方からいきますね。はい、これは、シャツで羽織にもなってバンドカラーなので、ここがちょっと少し高さもあるシャツタイプになります。で、お袖はこれぐらい空きありますね。インナーだからちゃんと着ていただかないとダメなんですけど、これぐらいあって、ガーゼシャツ、羽織で長袖のガーゼシャツとかあったじゃないですか、あれよりもうちょっとしっかりしている感覚、私の体感なんですけど、それぐらいの感じで、すごくね、肌触りもガーゼなので肌触りが良くって、多分通気性もすごくいいと思うので涼しいと思います、夏場なので。こう夏場に腕を見せたくない方であったりとかは余裕でね、二の腕カバーもできますし、まあ、例えばですけどストライプだったらこう縦のラインがしっかり出るのですっきりとした印象で着ていただけますし、あと裾の感じなんですけど、このややラウンドになっていて前後差のある感じです、このバンドカラーシャツタイプは。で、次こちらのスキッパーのタイプなんですけど、裾でさっき裾を言ったんですが、裾はバンドカラーの方はちょっとね、ここが分かりますか、カクカクってなってるスクエアっぽい感じなので、結構こうシャープ、全体的にシャープな感じが出そうですね。こっちは少し裾が丸いのでまた雰囲気が着ると違うと思います。はい、でこちらもお袖は多分同じぐらいですかね、すっきりとしています。はい、でちょっと折り返しがこちらもなんですけどありまして、これもまた少しポイントになるので可愛いかなと思います。でスキッパータイプは V でなってるので、インナーしっかり着ていただいて首周りをすっきり見せていただけることができるかなと思います。こちらもこれと同様にすごく涼しいと思います。はい、という感じの2タイプです。はい、でストライプいいなって分かります。私もこのストライプめっちゃ可愛いと思って手に取って着ようと思いました。はい、カラーは2タイプそれぞれあるんですか？そうです、カラーは全色2タイプともございます。6色展開です。はい、生地の織りがまた可愛いね。そうですよね、すごくなんかガーゼなのでちょっとね、こう分かりますかね、ザラッとした感じ、雰囲気もあるんですけど、でも肌触りはすごく優しいです。全然チクチクしないし着心地もいいと思います。
で素材感先にお伝えしておきますと、無地の方がポリエステル 80% 綿 20% で、ストライプの方が綿 65% ポリエステル 35% になります。こっちの方がちょっと綿が多めになりますね。ちょっとせっかくなのでこういうのも着てこようか、スキッパーのタイプも着てこようと思います。洗濯できますか？お洗濯できます。普通に洗濯機で洗濯していただけるタイプになります。みーちゃんオレンジも着れます。あ、じゃあこれオレンジにしようかな。オレンジで着てきます。じゃあちょっとコメント、あ、ストライプ以外ならいいじゃん、何色が好きですか？黒白はねめっちゃいいなと思ったんです。すごい使いやすそうで、カラーものでいうと結構この2色が私は好きです。この辺が可愛いなと思います。ちょっと珍しいこの色も可愛いです。でも一番はちょっとストライプか白はやっぱ使いやすいかなと思いました。輸入できるし安いから今年から毎日行きそう。ありがとうございます。みーちゃんの推しカラー教えてくれたらそれ買おうかな。私はねストライプが好きですね。これストライプ可愛いなって思いました。あ、いけたスカートにスキッパー合わせようかなと思って、今日のスカートいけるかなって思ったんですけど、合わせたらいけそうなんでそれで合わせようと思います。ね、グリーン可愛いですよね。私もグリーン可愛いなと思いました。長袖タイプの再販するかな。長袖タイプですか。まあでも今ないんかな、ちょっと今在庫状況が私もわからないんですけど、もしよければの LINE アットの方で2ヶ月以内にあったら検索かけたら出てくるので、よかったら公式の方の LINE アット見てみてほしいです。そちらで品番検索してみてください。あ、シワどうですかっていただいてるので、シワ感ちょっと後でお伝えします。これガーゼシャツなんで、もともとねちょっとシワ感はあるものなんですよね。よいしょ、ちょっとこっち何にしよう。大人っぽい感じがします。大人、はい。スキッパーのタイプの方で、今日のスカートにちょっと色合いがここがベージュだったので、多分オレンジ系合うかなと思ってちょっと合わせてきてみました。どうですか、ちょっと綺麗めになるかなと思います。イエベハルだと何色合うかな。イエベハルさんは白、この色が私ちょっと判断しかねてて、どっちなのかがちょっとわからないんですけど、ギリイエベカラーなのかもしれない。難しいです。確実はこことここは確実な気がします。はい、イエベさん、私の独断ですけど、このオレンジならブルベサマーもいけそう。そうですね、多分生地感がガーゼ系なので、ちょっとこうふわっと柔らかい色味の出方になるからか、肌なじみもパキッとしすぎず柔らかいので、なんかブルベさんでも別に、もちろん多分ブルーとかさっきの真っ白とかの方が肌写りはグッと明るくはなると思うんですけど、でもこれも綺麗な色ではないと思うので、よかったらご検討ください。ブルベさんも、はい。インナー何着てますか。インナー本当普通のベージュのインナーを今着ています。はい、うん。先ほどのパンツもう一度見せてください。さっきのパンツ、私さっきパンツ何履いてましたっけ。めっちゃ一瞬で記憶飛びました。あ、これか、ピンクね。これは
M4664 っていう品番でダスティーピンクのロングになります。すごい可愛いですよね。なんかちょっとねパッと見ですけど、ちょっとちゃんと見てないかわかんないんですけど、リネン 入ってない割ね、もうリネン風なんですよ。なんかこの素材感がちょっとクシュッとしてる感じがしてて、だからこういうブラウス合わせと相性がすごいいいかなと思いました。黒も可愛いし、黒に大人っぽい、黒も可愛いし白も可愛いし綺麗めでかな。これはちょっとあれですね、色合いがすごい強すぎるので、こういう感じで合わせていただいてもいいかなと思いました。はい、ウエストゴムですか？スカートはウエストゴムです。スカートね、あの2つ目に今日ご紹介してるので、よかったらそちらで見てみてください。ブラックにデニム合わせ見たいです。 OK です。じゃあ行きます。で、汗じみ検証できますかっていただいてるので、それ着替えてから汗じみ検証しようと思います。私やっぱりちょっとここが開くのが若干苦手なタイプなので、私こっちのあのバンドカラーのシャツタイプの方が結構好きですね。羽織でちょっとこれ着てこようと思います。黒、じゃあなんか見つけた。どのカラーも透け感ありますよね。そうですね、若干透け感ございます。なのでインナー必須でお願いいたします。じゃあ着替えてきます。これね、羽織もいけると思うから。そう、あのね、スキッパーをスクエアタンクに羽織で着てね、そうなんです、私もそれしようと今まさに思いまして。イーチャンブラウス今日紹介ですかっていただいてるんですけど、私のコラボのやつは今日 YouTube が公開するんですよ。なのでね、発売は来週を予定しております。で、バンドカラー可愛いですよね。私もバンドカラー好きです。よいしょ。そう、2つね、タイプあるんですよ。あの V ネックね、私も苦手だからっていただいて、池さん、そうですよね、まあ、苦手な方は多分こっちのバンドカラーの方が多分着た感じがしっくりくるんじゃないかなと思います。でもあの逆に詰まってる方が苦手な方もいらっしゃると思うので、そういう方はあのネックが空いているタイプの方を選んでいただくとすごくいただけると思います。スクエアパンク白が良かったんですけど、ベージュしかなかった。ライブよく止まります。あら、なんででしょう。私もね、でもね、実はライブ今日めっちゃ止まるんです。あの自分の方ですよ。なんでだろう。ナミさん、イーちゃんコラボまで買わないと思ったけど、これは買います。いや、でもこれはね、買いですよね。なんかすごく使いやすいのでめっちゃいいと思います。デニムですよね。デニムと合わせてほしい。いや、なんでデニムを何にしようかな。止まりますよね。私もなんか止まって戻したらすぐあれですかね、アップデートとかそういうのあるかもしれないです。たまにインスタアップデートあったりするんでね。何回も入り直してます。すいません、ありがとうございます。私も実は結構同じ状況でして、色が迷う。イーちゃんだったら何色買いますか？ゆりかさん、いや、私はね、ストライプが最初あの見た時に目に飛び込んできたので、一目惚れはストライプですね。あとは白はね、めっちゃ使いやすいんやろうなと思うので、もし白もこういうちょっと夏に半袖で羽織とか欲しいなっていう方は白は一番おすすめです。
さそう、良さそう。どうでしょう。スクエアタンクのベージュにデニムは、ちょっと私これサイズがちっちゃかった、ピタッとなってるんですけど、 XS です。M2753 の XS サイズを履いていて、丈がちょっと短いんですよ。履いて羽織でしてきました。こんな感じです。羽織もいいですね。ちょうど二の腕隠れるし、すごく涼しいので、今日これでいけるぐらいの暑さです。本当なんか締め色になって可愛いですね。黒もね、大人カジュアル、そうなんです、大人カジュアルでしてきてみました。なので、まあ、バンドカラーの方は羽織も使えるので、こういう風に着てみてください。はい、ボタン閉めてもらえますか。 OK です、ボタンも閉めますね。あ、その感じで着てみたいです。ぜひぜひ羽織ぜひ着てみてください。あの結構こうドルマンスリーブっぽい感じでゆったりしてるので、ちょっと襟抜いたりして着ても可愛いなと思いました。そしたらお尻もね、すっぽり隠れるので、こういう細身のデニムを合わせたりしても問題ないです。で、締めていきますね。このシャツめっちゃ使えそう、思いました。私もすごい使えそうと思って。白も羽織ってください。 OK です、白も羽織ります。じゃあちょっと黒を一回止めてから、少々お待ちください。ちょっと下開けた。黒も可愛いですね。なんかこのガーゼ生地なので、黒もなんか重すぎなくって、あのパッと見の感じが、今こう画面上なんだ、この透け感わかります、このここ透けてるの、この感じ、この感じで、黒もねそんなに重くないんですよね、このパッと見の生地の感じが。なので夏に黒とか、これすごく良さそうな気がします。なんせ着やすい、着心地がいいし、軽いし、涼しいし、めちゃくちゃいいと思います。羽織にも使えますし、こっちのバンドカラータイプは。で、白もいきますね。そう、程よい透け感、そうなんです、エッチさん。すごくはね、黒ね、ちょっと重くなるかなっていう方とかは、こういう生地感だったら、さりげなくこうふわってここ見えた時とか、ちょっと透け感があって、ガーゼ素材なので涼しげでいいと思います。可愛いです。ザラザラしないならいいな。ザラザラしないですよ、私はしないんですけど、まあお肌めちゃくちゃ弱い方、でも気にならないと思うんですけどね。ポリエステルと一応素材は綿になります。はい、はい、洗濯機で洗濯できます。お値段が、こちらは1870円になります。中にロゴティー着てです。あ、透けらかしていきたい。透けらかしていくめっちゃいいと思います。透けさせましょう、ぜひ透けさせてください。白。あ、イーちゃん何度もごめんなさい。締めた時の首どれぐらい余裕あるか知りたい。 OK です。まず白羽織、こんな感じで。スクエアタンク今売ってますか。売ってると思いますよ。ちょっとカラー在庫とかはちょっと分かりかねるんですけど、最近再販で上がってたと思うので、スクエアタンクで調べていただいたらあると思います。で、さっき首のね、空き具合は結構余裕あるんですよ、私でも。ほら、めちゃくちゃ空いてます。まあ、全然苦しくないので、結構ね、ゆったり首元全然苦しくなく着ていただけると思います。あと、ボタン2つぐらい開けて着てほしいってあったので、ちょっと待ってくださいね。ボ
タン2つ開けて、私多分こうやとちょっとダラーンってなっちゃうんで、ちょっと襟抜きとかしていただいた方が綺麗に着れる気がします。こういう感じ、ちょっと首の襟をこうちょっと抜いてボタン2つ開けぐらいの首元すっきり着れるので、バンドカラーはいろんな着方できるからいいですね、すごく。はい、じゃあこんな感じで、さっきオレンジの時に合わせてたスカートの品番わかりますか？さっきのは M3216 っていう品番で、こちらも日曜日 の、 あの新作になるので、日曜日の朝10時からぜひぜひ見てみてください。抜き襟した方がお尻隠れるかな。スキッパータイプであったらこれでもね、一応ちょっとかかるぐらいまでお尻は隠れるんですけど、もしこれ不安やなって方はちょっと後ろにした方がすっぽり隠れる感じになります。はい、グリーン着てみてほしいです。じゃあグリーン着ますね。あ、汗染みしてないですね。そういえば汗染み検証しましょう。先一番目立つそうなのでやります。何色かな、ちょっと2色かなと思うので、汗染み検証をやっております。お、こんな感じ。これブルーです。ブルーはやっぱちょっとしっかりいきます。ただあのガーゼシャツなので本当に多分ね、乾きは早い方なんじゃないかなと思いますよ。で次がグリーン、グリーンでこんな感じです。ちょっと濡れています。なので、まあ、この2色ぐらい結構パキッと色が出そうな気がしますね。多分カラー物は、白、こういう白とかに比べるとやっぱり汗染みは少し出る、見えるような気がします。はい、そう、すぐ乾きそうだよね。そうなんですよ、そのこれはすぐ乾くタイプなので、あの、まあそうですね、シャツでもね、なかなか乾きづらいものとかもあるんですけど、本当にこうシアー感があるガーゼ素材は乾きやすいので、通気性がいいので乾きやすいと思います。で、万歳したらこれぐらいまで上がるので、ちゃんとインナーも、まあインナーは多分こんだけ透けてるので着ると思うんですけど、万歳するとこれぐらいまでなります。はい、じゃあこんな感じでグリーンを着てほしいとあったんで、グリーンで着きましょう。でもいいですか？スキッパーの方がいいですか？スキッパーあんまり着てないからスキッパー着ますね。じゃあちょっとお待ちください。グリーンとちょっとパンツ変えてもいいですか？ちょっとこの薄い色より違う方がいいと思う。よいしょ。グリーンのコーデです。どうでしょうか？色合わせ、なんか私この色合わせすごい好きです。なんかグリーンが柔らかい感じになるので、どうでしょうか？はい、着られているデニムどちらのですか？先ほどね、着てたデニムは M2753 っていうコーベルタスのデニムになります。はい、ももさんお誕生日スクスしました。
はい、じゃあこんな感じで、おしゃべりコーナーに、おさらいをしてからおしゃべりコーナー行こうかなと思います。